地の中間選挙に向けて若者に投票を呼びかける動きが広がっています。報道各社の調査では2016年の大統領選挙に続いて若年層の投票率が伸び悩むと予測されており、リベラルな人が比較的多い若年層の動向は議会で多数派奪還を狙う民主党の勝敗を左右するだけに注目が集まっています。